はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回は2月21日に行われました3段リーグの結果が更新されましたので速報していきたいと思います。まず2連勝で星を伸ばした高田3段が12勝4敗で首位に躍り出ました。続いて1勝1敗の三田3段は同じく12勝4敗で順位差で2位となっております。今のところこの2名が自力昇段となっております。そしてその12勝4敗の2名を11勝5敗の横山三段、井田三段、斉藤三段が星の差一つで追っております。この3名は全員高田三段、三田三段より順位が上のため最終日での逆転の可能性も十分残っております。例えばもしこの3名が最終日高田三段、三田三段と星が並んだ場合は頭跳ねでこの3名のうちの高田三段、三田三段より順位が高い方が昇段となるわけですね。で、特に3月6日の最終戦、現在11勝5敗の斉藤三段と12勝4敗の高田三段の直接対決が行われますので、そちらも注目ですね。現実的に考えて、昇段枠2つをこの上位5名で争うという感じになりそうです。そして女性初の四段昇段なるかと注目されていた西山三段ですが、残念ながら連敗を喫して8勝8敗となりまして、昇段の目は完全についえてしまいました。三段リーグの厳しさを改めて思い知らされる結果となりました。最終日も連敗ということになりますと、来季順位が悪くなってしまうので、なんとか一つでも勝って、順位を上げて終わってほしいなと思っております。ちなみに西山三段は、次点を一つ持っておりますので、来季に、三段リーグで3位以内に入れば、昇段なんですが、それともう一つですね、四段昇段するルートがございます。それがこちらですね。竜王戦ランキング戦優勝や、王位戦リーグ入りや、各棋戦のベスト4入り、ベスト8入りなど、プロ棋戦で一定の活躍すると、次点が付与されるという規定がつい先日発表されました。新人王戦は優勝で次点付与っていうのがすでに規定がありまして、都成先生が達成されたことがあったんですが、それとは別に、様々な棋戦で活躍すると、次点を付与するということですね。今のところ西山三段は竜王戦6組ランキング戦でベスト16まで勝ち上がっておりますので、もし優勝できれば2つ目の次点を獲得して四段昇段が叶うという状況になっております。相手もかなり厳しい相手が続いているので険しい道のりではありますが、なんとかここで勝って四段昇段をつかみ取ってほしいなと願っております。そして今期から初参加のもう一人の女性三段、中三段は貴重な4勝目を挙げられました。これで最終日2局のうち1局勝てれば5勝目となって高段点を回避することができます。ちなみに2期連続で高段点を取ると3段から2段に落ちてしまうというプレッシャーの中で戦うことになりますので、なんとか最終日で勝って高段点を回避してほしいなと祈っております。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。